カリンガ戦争は古代インドにおいてマガダ国マウリア朝のアショウカ王がカリンガ国を征服するために行った戦争。侵略されたカリンガ国が戦地となった。アショウカ王の祖父にあたるチャンドラグプタ王もカリンガ国を征服する戦を起こしていたが撃退されていた。父であるビングサーラ王の死後の壮絶な後継者争いに勝利した後、アショウカ王は ラーニー・パド・マーバティー・オーチカのカリンガ国併合へと動いた。アショウカ王の治世9年目に戦争が始まった。ダウリ山周辺が戦場となったと考えられている。ダウリ山はカリンガ国の首都、ブバネーシュバラから南に8キロメートルほどのところにあり、ダヤーガーの下半に位置して広い裾野を有している。頂上に向かう山道に沿った岩にはアショウカ王秘文が刻まれている。 この戦争も生産を極め、戦場となったダヤー川の下流は、戦闘による人血によって真っ赤に染まったという。カリンガ国民は10万人が死亡し、マウリア長軍も1万人の死者を出したとされる。戦後に刻まれたアショウカ王碑文によると、アショウカ王はこの戦いによって、戦争の悲惨さを痛感したとされ、戦後に不摂症、不戦を誓い、より深く仏教に帰依した。 ありがとうございます。